うどん4416さん、そういえば釣り紹介の動画出す予定ありますかああ、そう。出そうか。じゃあちょっと、一個紹介してみようか。どこがいいでもこういう機会じゃないとしないと思うんで、ちょっとリクエストください。どの釣りにする生放送を見てたりね。あと、僕のことをサブスクしてくれて、えー、そのサブスクの方のディスコードのチャンネルの方に。 チャンネルってかあの、テキストチャットにいる人には、なんかあの、あいいねみたいな感じで、あの、僕の行動が早くなります。<laughs> 応援してくれてるから。何がいいどのツリーの紹介するで、ベージュの紹介していら一回もしてないんだよね。うどんああ、いいね。じゃあ、日本戦艦にしようか。ほんとプレイヤー増えたよね。というか、皆さん気づきましたかこれ。 これ、すごくいい機能なんですよ。う知らなかった人はみんなさんぜひ参考にしてくださいね。はい。えー、今回のアップデートから、えっ、ー、と、ツリーの鑑定の特徴というものが見えるようになりました。これによって、そのツリーが大体どんな特徴を持ってるのか。他のツリーに比べて、どういうなんかね、強いところ、どういう弱いところ、こんな特徴があるっていうのがすべて、えー、パッと見えるようになりました。で、それがですね、結構、結構、良いんですよ。 結構良くてですね、結構的を得ています。で、特にこちょってクリックするとメインと詳細っていうのが分かれてきますね。はい、こんな感じで。結構ね、結構他の釣りもザーッと見たんですけど、まあ、いい感じなんですよ、割と。 割とね、あの、嘘は書いてないかなって感じはするんで、あの、ぜひ参考にしてください。で、えっと、日本戦艦なんですけれども、えー、このツリーはゲームの一番最初の頃ですね。もう、このゲームできて5年近くになると思うんですけど、5年前からあるツリーですね。はい。えー、特徴としましては、えー、手法の威力が絶大で、射程距離も長いと。うん。手法の精度が高いと。うん。えー、体閉鎖の有効性が低い。うん。 納得ですよね。あの、<laughs> 長くやってる人、もしくは山とまでちゃんと研究した人とかは、まあ、あの、すべてがこれに絶対当てはまってるってわけじゃないですけど、まあ、納得すると思いますで。詳細見ていきますね。えー、水雷防御が高いよ、えー、手法の、えー、査火力が高い、射程が長い、えー、手法精度が高いっていうところと、あとは対空兵装が低いっていうところで、まあ、このツリーは、まず、全般的におそらく、あの、手法が強いっていうことが挙げられてるってところですね。 で、対空は損壊に弱いよっていうところが挙げられている。そんな釣りです。で、体水雷防御は高いっていうのはありますね。ただ、あの、なんだろうな。高いっつってもそんなに高くないです。あの、9までは。あの、ヤマトが異常に高いだけですね、この釣り。他は波ですね。あの、ヤマトが異常に耐水雷防御が高いです。55%というね、死率を結構準拠しております。なので、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と <laughs>、 まあ、でも、駆逐魚雷とかが当たるとそれでも痛いんだけど、あの、多分ね、威力を発揮するのは、あの、空母魚雷とかだと思うんですけど、例えばミッドウェイの、ね、雷撃機が飛んできたとします。で、ミッドウェイの雷撃機は、1本あたりのダメージが、えっ、ー、と、5000ダメージが、まあ、あの、3中隊で計6本飛んでくるんですよね。あの、1機2本、魚雷持ってて、えー、正体がサイズが3なんで、3×2 で6本バンって投下されるんですね。で、まあ、 まあちょっと、あれなので、仮にね、一本、ヤマトに当たったとします。一本だけ当たるって結構珍しいんですけど、たしかも水雷防御に当たるって、一本だけ水雷防御に当たるって、まあまあないんですけど、仮に一本当たったとしましょう。この子、水雷防御が55%あるので、えっ、ー、と、5000の来速、5000のダメージを持った魚雷がボーンってここに当たると、半分がダメージが減って、2000、2400ぐらいになるんですよね。2400ってね、あの <laughs>、戦艦砲がカスダメしたぐらいになるんで、もうそれくらいの、あの、 対水雷防御は高いよっていうのが特徴として上がってましたね。あと手法なんですけれども、えっ、ー、と、ヤマトまで行ったら、とかヤマトの解説動画あるんで、そこで、武蔵の解説をした動画かなまあ、動画多感なんでいいと思うんですけど、そこであの、いろいろね、あの、走行とかに関して、あの、強みはあるんで、そこをぜひ参考にしてほしいのと、まあ、後でちょっと、あの、参考にする動画のリンク貼っときますね。 なので、あの、ざっくりとしたツリーの説明なんで、こんな感じでいきますね。で、えっ、ー、とせ、あの、この手法なんですけど、46センチ法って言って、まあ、次、あのー、 なんだっけヤマトのなんか貝型のなんかもうちょっと大きいやつ出ますね。あの、後継値が。えー、出るんですけど、まず46センチ法を持っているのは、えっと、ヤマト型だけですね、このゲームは。で、今のところ、えっ、ー、と、それ、これ以上の後継値を持っている戦艦はいません。出てくるんですけども、ヤマト型のなんか超ヤマトみたいな感じの、そのヤマトのなんか進化みたいなやつなのかなよくわからんけど、っていうのが出てくるんですよ。どっちにしろ、えっと、他の、えっと、国籍ツリーで、えー、46センチ法以上の後継値を持っている手法、戦艦、手法を持っている戦艦はいないんですよ。 だからそういう意味で、えっと、かなりの攻撃力を持ってますね。大和まで行けば。はい。そうそうそう、敷島ね。今テスト段階で、まだ手に入らないけど、次に来るのかなわかんないけどね。まあ、敷島も日本戦艦なんで一応、プレカンなんだけどね。 まあ、ただ,だあの、まあ、そういうのもありますが、まあ、基本的に、46砲っていう強みはまだ未だに健在で、ゲーム当初からずっと出てきてて、未だにずっと強い46砲っていうことが、えっと、この日戦ツリーの最大の特徴ですね。で、えー、っと、まあ、ちょっとね、シナップとかが出てきて辛いんだけど、ティア7でも、えっと、4センチ砲、四 4, 4、41センチ砲を持ってて、同ティアの戦艦からすると、え、こ大光景です。だから結構、手法が強いっていう系のツリーで、 えっと、進んでいくような、えー、釣りが日本戦艦となります。で、じゃあ、一つずつ、一つずつっていうか、ちょっと細かく話していきますね。まず、河内くんなんですけど、<laughs> この子はみんなのアイドルと言われてるネタ感、<laughs> えっと、なんて言うんですかね。あの、可愛い,い船ですね。足が遅くって、手法がたくさんついてて、えー、まあ、それなりに、それなりに硬いんですけど、ここに関しては手法制度がなんか、なんかね、あの、ーんどこ行くのみたいな感じですね。 ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。<laughs> そんなに <laughs>。はい。手法制度が、うーんって感じで、まあ、結構悩まされるかなって感じですね。えー、うん。ただ、インファイトに持ってけばそれなりに火力は出てくれるんですけど、いかんせん足の遅さが引っ張って、まあ、うん、<laughs> っていう感じですね。 って解説しないです。そしたら、あの、ツリー紹介するのに、あの、ね、とんでもない時間かかってしまうので、しないです。<laughs> いい、いいわけを見つけたぞ。はい、ていう感じですね。はい、まあ、みんなのアイドル感として結構親しまれております。はい。で、30センチ方が、まあ、たくさんポンポンポンってついてて、まあ、いか、あの、インバイトにポンって入って、インバイトで、こう、戦う、殴り合う船ですね。 あのー、僕最初この船全然乗り方わかんなくて、あのー、めちゃくちゃ辛かったんですけど、あのー、僕このゲームやり始めた時って山と以外の船知らなかったんですよね。だから河内っていう船を知らなくて、実はなんか河内っていうのがあるらしいっつって河内を調べたら、あのー、体幹巨峰主義ってあるじゃないですか。あるじゃないですかって多分皆さん知ってると思うんですけど、僕知らなかったんですけど、あの、当時ね、体幹巨峰主義っていうのがあって、それ結構変わってきてるんですよね。で、最初はあの、なんだろう、敵、 と、殴り合うときに、たくさん方があって、えー、強固な体を持っていれば、相手、相手と殴り合ってても、先に相手を落としてしまえるから強いよね、みたいな、巨峰主義だったんですよね、最初は。 だけど、技術進歩とともに、その射程が伸びたり、その遠くの敵に当てれるようにやったりして、あの、その、インファイトでガツガツするっていう戦場から、あの、敵の、あの、射程外から撃ってた方が強くないっていう考えになっていって、ここからどんどん射程が伸びていくって僕認識してるんですよ。で、ここが高い目なんかなって僕勝手に思ってるんですね。なので、あの、インファイトで殴り合わないと辛いです。で、インファイトで殴り合ったとしても、なんかね、あの、そもそも <laughs> 自分にダメージが食らう前提で結構なんか考えられてるふだから、まあ まあ,ねあの、殴り合ってくださいって感じですね <laughs>。辛いかもしれないけど、ここら辺はあの殴り合って楽しんで、あの、海鮮を楽しみましょうって感じの船かなって僕は思って、あそうなんだなって思って納得して河内に乗ってました。はい、次。そして次、妙義ですね。はい。で、さっきもちょっと説明したんですけど、ここからなんかね、あのね、射程が、射程がついてきます。 あの、河内ま、河内くんまでは、なんか射程が、なんかもうかわいそうな感じなんですよね。10.9キロっていうね、あの、巡洋艦からもアウトレンジで殴られるっていうような船なんですけど、妙義くんからは、ちゃんとあの、16.6キロと、多分ね、ティア4にしては結構長いよね。こんなもん長いよね。長いよね。うん。ちょっと若干長めだと思います、多分。っていう感じで、ここからちゃんと長射程と、なんか手法っていうのが生きてきます。 で、足もなんか、多分それなりに、そ、ワ内よりは早いからまあちょっと戦艦にして遅いかなぐらいだけど、まあそんなに遅くはない感じの、このティアで言うと、いう感じで動けますね。ただ、この子の辛いのは、あの、手法が6機しかないので、ちょっと攻撃力が足りない面がありますね。あと、河内とかなり特徴が変わりますんで、そこにあの、戸惑わないようにって感じですね。あの、 戸惑う人は、さっきの体幹競合主義の歴史をなんとなく調べると、なんとなく納得できると思うんで、調べてみてください。僕はそれで納得しました。で、金剛君は、妙技をなんか順当に進化させた形になりますね。あの、手法が前にもついて、こんなような形になります。本校は、あの、人によっては結構評価高いですよね。足も30ノットまで出るようになりますね。妙技と5ノットも変わります。で、手法の、えっ、ー、と、射程も、妙技からかなり読めて20キロ超えてきますね、ここで。 かなり強い船ですね。ただ、インファイトはそんなに得意じゃないかな。インファイトするんだったら他の艦艇の方が強いんで、えー、射程と手法の精度を活かして戦うって形になります。あの、釣り紹介通りですね。これ通りです。はい。次、不相君。あの、不相君はちょっと毛色が変わって、もちろんあの、 射程もあって、いい船なんですけど、この子は、あの、すごく硬くなるんですよね。えー、走行に関しては詳しくあの、不の動画、解説をしている動画がありますので、そちらをご覧ください。えー、めちゃくちゃ硬くなります。ただ、えっ、ー、と、ティア6の戦艦総じているんですけど、なんか訪問数が増えるっていう環境なんですよね。あの、ウォースのティア6の戦艦って。あの、不走も 2×6 で12問ついてるんですけど、他の、他の国籍の艦艇も大体12問ついてたりするんですよ。なので、えっ、ー、と、この辺の、 スピアになるとなんかあのまあ他国となんか？うんて、なんかそんな。なんか特色が意外。なんか手法っていう観点ではそんなに差はないですね。ただ、あのなんかねやけに硬いんですよね。この子 <laughs> っていうのがあって、多分活かしていく。ポイントはそこになっていくかなって感じはしますね。こんな感じでちょこちょこ変わっていくんですよね。この日本戦艦釣りってはい。次長と。 はい。この子はね、えっと、ヤマトに近いと僕は勝手に思ってます。ティアナナで40センチ方を持っている、41センチ方を持っているのが、えっと、この子と、えー、コロラドと、えー、シナップト。今のところこの4 3席なんですよね。で、えっと、ちょっとシナップがちょっと強い、強すぎるんですけど、シナップを除いておけば、えっと、コロラド君は足が遅いっていう難点がまずありまして。で、長戸君は、まあ、足はそれなりなんだけど、えっと、ね、走行って、 がちょっと弱い。特に、ヤマトと同じような悩みをこの子を抱えている船です。なので、インファイト戦とかになると結構、インファイト戦にならなくても辛いかもしれないけど、まあ結構辛い船です。で、なんで40センチ砲が強いかっていうと、同角の、えっ、ー、と、ちょっと待ってね。適当なことを言わないでおこう。計算しよう、ちゃんと。えー、40、計算機。 41センチ砲でどこまで強制貫通できるかというと、410÷14.375 が28なので、28位まで強制貫通ができて、え、この辺の手法、あの、この辺のあれですね、ーティア体の戦艦の走行がだいたい26とかなのかなってことで何がこう、何が、40センチ砲の何が強いかって、正面向いてるときぶち抜けるんですよね、戦艦のね。ですね。はい。 というのがありまして。なので、このティア帯で41センチ砲を持ってるっていうのは結構強いことです。で、それがある程度の、あの、距離、あの程度距離が離れても、それなりな精度と、あの、威力、せ、あの、い、んまず、遠くに届けることができる射程を持っていて、で、それなりな精度で、えっと、41センチ砲が飛んでいくっていうのは、一応強みとしては長とだけになるのかな。 シナップは強いんだけど、えっ、ー、と、インファイトになったら長とより全然強いんですけど、走行もあるので、ね、ただ、射程はそんなに足りなかったんじゃなかったっけだよね。射程が17.4キロしかないんですよね、この船。だけど、え長、ー、とになると、ね、20キロありますので。で、しかも着弾観測区も乗っけることができるっていうね。まあ、そんなにいらないと思うけど。<laughs> うん。ていうことで、えー まあ、そ、そう、41センチ方のやつら3隻います。コロラド、シナップ、長とで、コロラドは、ああ、走行はそれなりなんですけど、足がいかんせん遅すぎるって二重20ノット出ないんだよね。っていう感じで、なんかもう難点を抱えております。で、えー、っと、間違ってたら教えてね、コメントで。ごめんね。あの、僕、ティア10にしかあんまならないから、あの、この辺の解説って過去の、あの、記憶を引っ張り出してきてるだけだから、ミスってる可能性あるから、ちょっと、その時はよろしくね。で、えー、っと、シナップに関しては、走行、 があって、あんしもそれなりになって、あの、っていう感じなんだけど、射程が、足りなくて、えっと、遠距離は結構、あの、修正されてね、あの、がばくなってしまったっていう難点があります。インファイトする感じのシナップーですね。で、長戸くんは、走行に関しては結構難点を抱えてるんですけど、ただ、あの、射程があって、精度があるっていう41センチ方を持ってます。こういう感じで、えっと、一応、み分けはできています。まあちょっとシナップーが頭抜けて、頭抜けてるんですけれども。まぁ、あ、41センチ方持ってることが強いので、このティアで。 で、走行に難点を抱えてるっていうのがなんか、いかにもヤマトっぽいですよね。この子の、あの、多分走行の解説は、ヤマトと同様な感じだと思います。ほぼ。ほぼね。次、行きます。アマギ。アマギくんはまた毛色が変わりまして、えーと、ま、あ41センチ方っていうのはあるんですけど、あの、この子ね、ケツがすごく硬くなるんでね。この子はね、あの、高,高速、高速戦艦、30ノット出る、ね、高速戦艦で、かつ、あの、ケツが硬いっていうね、あの、ちょっとまた、 ねえ、あの、今は <laughs>、うん。あ、まあ、うん。あ、ありがとう、ありがとう。そうだね。ありがとうね。はい。でも多分、ネルソンと、長とが対面したら多分、長とかなり有利だとは思いますけどね。うん。そうだね。ネルソン確かに41点ちゃった。 で、えっ、ー、と、このツリー、ってか日本釣りって全般的に、ま、河内を除いて、この、その日本戦艦釣りって、なんかね、あの、掃除、って言えるのが、あの、ここにも書いてあったんだけど、射程が長くて、精度が強いっていう手法を持ってるんだけど、その代わりに走行がちょっと心もとないっていう感じの釣りなんですよ。で、それを、なんか逸脱してくるのが、不層とこの天城なんですよね。 で、えっ、ー、と、マギは何が硬いかって、これ、ケツ向けた時にめちゃくちゃ硬いんですよね。もう、ここの速攻圧なんかとんでもないみたいな感じで。で、えっ、ー、と、なんかね、硬いんだよね。<laughs> バイタルがここで、で、なんか、うん、硬いんだよね。あの、ちょっと語彙力失ったんですけど、硬いんですよ。<laughs> っていう感じで、あの、なんだろうな。えっ、ー、と、巡洋感っぽくなりますね、マギくんは。うん ま、それなりにやってるからね。この子は、なんか、でっけえ巡洋感みたいな感じになります。ケツが硬くて、この姿勢で撃つと、肛門もたくさん撃てて強いよみたいな形ですね。で、手法自体は、あの、長藤と同じような感じの方を持ってて、ちゃんと射程は長くて、それなりの精度で飛んでいってくれるんで、ま、ただあの、この辺になると、もう大体32ミリ走行持ってるんで、あの、監視をぶち抜くってことはできないんですけれども。 なんで、なんか、巡洋艦っぽく腹を向いてる戦艦や巡洋艦に対して、ドンって打って、で、いつもは引き打ちしててポンってやっていくと、あの、いい感じに、あの、長射程と、あの、集団の良さと、えっと、威力の高さっていうのが相まって、いい感じに戦える船となってます。あの、ボトムでも戦うことはできますね。あの、大活躍できるかって言われたらちょっと厳しいんですけど、全然戦える感じの船となってます。はい。次。えー、出雲くん。 いずもくんはこれ解説動画にも出したんですけど、この子はなんか巡洋キラーみたいな感じで動きますね。あの、過去はすごく不遇感としてねあ、あの、なんだろう、日本戦艦、唯一の苦行、苦行枠みたいな感じで言われてたんですけど、今のいずもくんは普通に強くなりました。あの、ね、ど、同級、ね、あの、ね、あの、同じティアにね、武蔵がいるっていうのがこの子の最大の <laughs> 不遇かなとは思うんですけど、でも、あの、武蔵とはいい感じにあの、差別化が、 できてるっていうか、なんだろうな、あのー、一応、強みが違います。武蔵は戦艦に強い戦艦なんですね。出雲は巡洋艦に強い戦艦なんですよ。という形で一応、住み分けができております。はい。えー、そしてですね、日本戦艦にしては結構法の、手法の、速くて、ね、あとあれかな。環境もね、まあ見た目悪いってよく言われますね。あとあの、出雲くん、あれですね、あの、 日本戦艦って、なんかね、なんかふわっとしてる。天木ってどうだったかな天木のちょっと、弾道はちょっと覚えてない。そんなに悪くなかったと思うんだけど、まあ、なんかね、な、長門の山和もね、なんかね、すごく弾がふわっとしてる感じ。なんか山なりにちょっと飛んでいくような、アメリカほどじゃないんだけど、ただなんかちょっとふわっとしてる感じがするんですけど、い雲もに関しては結構はね、 そんな、山なりじゃないんですよね。結構、あの、いい感じの弾道で飛んでくれるんで、で、いい感じの弾道で飛んでくれて、集団性がいいんですよ。あの、もともと日本戦艦集団がいいっていうのもありますけど、あの、イズムくんって手法がそもそもが同じような位置にあるんで、なんか同じところから同じところに飛んでいくんで、あの、なんだろうな、天城とかもそうだし、まあ、いろんな船って、まあ大体、こうやって、あの、後ろと前に飛んであるじゃないですか、手法が。だから、あの、 ここから撃つんで、そもそもサンプがこ、ここう、この範囲から、手法がバンって飛んでいくんですよね。な、なんだけど、出雲くんって、手法全部前に積んであるんで、だから、あの、ここからここに飛んでいくみたいな感じなので、その範囲が狭いんで、あの、まとまって飛んでいきやすいんですよ。まあ、あの、た、つっても、あの、僕の解説は、あの、ゲームを解析してるわけじゃないんで、僕の感覚値が結構含んでるんですけど、 ま、あの、クロスしないんで、弾道がね、こっちから行って、こっちから行ってって、クロスがないんで、結構あの、いい感じに飛んでってくれるんで、ちゃんと狙えば、あの、巡洋艦はボーンってできたりするんで、結構、巡洋キラーとしてはいい船となっております。苦行だったけど、今は苦行じゃないと思います。ただ、ヤマトと戦い方が違いすぎるのって、同学にいずも、あの、いずもじゃないわ。同額にあの、武蔵がいるっていうのが辛いと思うんですけど、っていう感じの船ですね。昔は苦行でしたが、今は、 まあ順当に戦えるかな強い、すごく強いかってあるとそうじゃないけど、普通にあの戦っていけると思います。そして最後、ヤマトですね、はい。かっこいいですね。こんな感じのツリーです。はい、まとめます。インファイトしてください。えー、体幹巨峰主義になりますが、えー、手法が足りないです。攻撃力出しにくいです。 頑張ってください。え、コンゴウ妙義が使いにくかったものを乗り越えてます。いい船となってます。ウソウくん、えっと、ここでなぜか硬くなります。<laughs> 足が遅くなります。はい。えー、ナガトえー、走行は結構残念なんですけれども、41センチ砲を持ってて、えっと、集団が良くて、遠距離でもあの、あの、射程もあるっていうね、遠距離でちゃんと戦える41センチ砲を持ってます。うん、戦い方考えれば、それなりに、 ダメージ出していけるかなって感じです。ヤマトと似てます。アマギさん、またここでね、不層みたいな感じになるんですけど、不層と違うのは、血が走当強くて足速くなりますって感じですね。はい。腹を向けたら死にます。でっかい巡洋艦としては使ってください。はい。いつもくん、昔は苦行ですで、見た目は今もなおいじられ続けてますが、えー、そんなに弱くないと思います。動画あるんで動画見てください。えー、ヤマトくん、はい。41センチ方、あ、46センチ方を持った、ね、もう日本の顔ですね。はい。 そこには何がありますが、攻撃局としては申し分ないですね。はい。えー、この中で動画があるのが、ふそと、天城と、出雲と、やまに関しては、やまは、あるな。やまもあるな。動画ありますので、えー、ぜひご覧くださいって感じですね。これで日本戦艦ツリー終了かな。質問ありますかめっちゃ真面目に解説した、久しぶりに。偉い俺。<laughs> なんか付け足しあったら今のうちに教えてくださいね。あと質問があっても教えてくださいね。そして、そして、えー、っと、<laughs> アクちゃんがなんか悪いことてるけど見なかったことにしよう。えー、アブクマさん、えー、サブスクありがとうございます。えー、あのね、 えー、サブスクしていただいた方はね、ぜひね、あのー、僕のディスコードに来ていただいて、えっ、ー、と、そのディスコードと、えっ、ー、と、このツイッチのアカウントを登録していただくと、あのね、あのね、老人ホームっていうところに入れるんですよ、僕のチャンネルの中のね。で、そこでは、いろいろあのー、僕が、なんか、この、この時間に集まってなんかお話ししようっ、つってお話しして、で、その中で、あのー、ちょっとね、ウォース関係の雑談したり、ウォース関係ない雑談したり、あとは、あの、ちょっと動き見てくれませんかって言って、あのー、あのー、ライブしてもらったの 僕が見て、今こうした方がいいよとか、あの、ちょっとアドバイスをしつつ、なんかその人のプレイが今どの段階にいて、これを考えると、あの、もうちょっと上に行けますよみたいなアドバイスをしてたりしますので、ね、ぜひ来ていただければと思います。この前、バコンさんとかアドバイスしたかな。って形でね。と、あと、バコンさんも、ライトとサブスクありがとね。 そんなもんかなめっちゃ頑張って解説したやん。俺偉いやん。<laughs> みんな褒めてくれないから自分で褒めるんだ。<laughs> 一人褒めてくれたか。<laughs> でもなんかやるってなったら結構こんだけ時間かかっちゃうからさ。あの、一人だとモチベーション上がってこないんだよね。<laughs> あ、スパコン来た。これあれな。あの、 うどんさんのコメントに頑張って返事をしたことのあの、大ゲーミングからのお返しのしないな、これ。悪くない、悪くない。いいね。ということで、この旗はクラン戦で使おうと思います。